はい。今回は Facebook グループで行う交流6つのアクションの中から共有という部分について解説をしていきます。で共有なんですけども、まあ、シェアをするなんて言いますよね。で、例えばね、コミュニティだとかですね、会員制を運営しているということは、あるね、一つの集団を持っているわけですよね。でその集団を持っているってことは、一つのテーマにみんなでね、向かっていったりだとか、あるゴールに向かって、みんなでね、こう、切磋琢磨したり、共通の好きなものに向かって、まあ、邁進すると。 いう風なものが、まあ、コミュニティだったり、会員制だったりするわけなんですけどもで、そうやってね、やっぱ実践したり行動していくと、成功事例だとか、失敗事例があるわけです。もちろん成功することもあれば、その分だけね、失敗もあるわけなんですけどもで、ついついね、コミュニティでシェアしましょうっていうと、いいことだけをこう、紹介したりするんですね。でもそれだと、コミュニティの質は下がっちゃうことが多いです。 どういうことかっていうとね、成功事例ばがこうシェアしてくると、例えばなかなか成功できなかったり、ちょっとのこう成功だけでも、まあ僕なんてまだまだだな、私なんてまだまだだなと思ってしまって、こう萎縮してしまって、なかなかこうオープンにできないんですよね。でも、この全体の雰囲気として失敗事例、こういうことやってみましたけど、これぐらいしかできませんでした。全くできませんでした。次はこうしますっていうふうに、改善のね、 それもマイナスですけど、言ってみればプラスですよね。こういう失敗があったから、次これをやってみます。テストしてみますよ。ということになるので、失敗事例っていうのも積極的にシェアできる環境にしておくことがとても大切になります。そうすると、あ、この前誰々さんもね、こういう事例載せてたから私も載せてみようと。でそうすると周りからのこうフィードバックとかが生まれてくるわけです。なので、成功だけではなくて、失敗しちゃったこと、間違ってしまったことも積極的にシェアできるということがとても大切になります。 でそうすると、成功事例をね、あげればもちろんすごいですね、話し聞かせてくださいってなるかもしれません。で、失敗事例も、こうした方がいいんじゃないですかとか、私こういうことこの前同じようなことやりましたけど、こういうことがいいですねっていうふうに、交流とかやりとりが生まれてきて、新しい考えとね、浮かんでくるようになります。Facebook グループ内でね、コメントとかができるので、そういった交流というところから、新しい何かがこう、生まれてきますので、ぜひこの、 共有とも穴取らずにですね、ぜひ積極的にできる環境づくりを Facebook グループの方でやってみてください。こちらが共有というですね、アクションになりますので、ぜひやってみてください。